こんにちは、リカリコです。はい、今回はダイエット1ヶ月後の結果を発表します。それでは動画スタート。はい、というわけで以前動画を出したんですけど、リカが足痩せを中心的にして、リコがウエストを中心的にしていました。1ヶ月ね、頑張りました。動画の投稿する期間、的にまだ1ヶ月は経ってないんやけど、でも動画撮っとったんは本当に1ヶ月間毎日やってたので、その成果を発表したいと思います。ビフォーアフター、というわけでアフターは今日測るんですけど、ビフォーのサイズ、を発表したいと思います。マッサージ始める前の足首21センチ、で続いてふくらはぎ27センチ、続いて太ももの測り方がちょっとわからんくて、でもな、あの一番太い部分を測るらしい。そう、だから一番太い部分を測って48センチでした。はい、では今からリカが1ヶ月やっていたマッサージ方法を流したいと思います。どうぞ。はい、見ていただけましたでしょうか。こんな感じでリカは毎日ね、お風呂上がりにマッサージをしていました。まあ、基本的に10分、10分やったんやけど、最後の方は頑張って20分ぐらいに伸ばしてやっていました。まあ、あのほとんど毎日撮っとったけど、動画撮れない時もあったので、それはお許しください。でもあの本当に毎日してたんで、それが結果に出ているんじゃないかなと思います。じゃあリコがな、測ってあげよう。リカに嘘がないように。じゃあまず測る。はい、じゃあ足首かな。ビフォーが21センチ、足首は21センチ変わりませんでした。ショック、ショック、まあ、頑張っとったからな。はい、じゃあふくらはぎいきましょう。おマイナス1センチの26センチです。あ、やるが、まあ本題の太ももいく。一番太いところを測ります。おこれも 46.5。 うわー、やったー、すごいよ、やったー。イエー、 46.5 ってことはマイナス 1.5 センチ。すごい。あのね、結果的に測って1センチとか 1.5 センチだったけど、会う人に足細くなったとか、言われとった。そう、見た目めっちゃ細くなってるよって言われたのが、本当に続いて1ヶ月の間に。本当にだからもう測るの怖かったけど、みんなに見てもらって、見た目で変わりとったなら、いいかなって思います。まあ結果的にはリカは満足です。他にもリカは足痩せのために、5分から10分ぐらい、壁に当てて、あの寝とるだけ、でむくみが取れるらしい。そう、だからそれを聞いてからそれをするようになったかなっていうのと、腹筋、これはあの足痩せのためにじゃないんやけど、まあ夏になるっていうことで絞りたかったので、腹筋80回くらい とリコのウエストのやつもしていました。はい、というわけであの動画にしやんでいいかなって言って、多分気が抜けちゃうんだろうなとリカは思っているんですが、
まあ、頑張って、これを継続して、うん、もっとね数字に表せていけたらなと思います、うん、はい、それでは次の動画ではリコのウエストダイエットを紹介したいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。